気圧の変化が激しく、この先も広いエリアで天気痛に要警戒です。まずは今日21日月曜日の天気痛予報を見ていきましょう。今日は千島近海にあります猛烈に発達した低気圧の影響で日本列島付近、北日本を中心に気圧の傾きが非常に大きくなっております。その影響で北海道から中四国にかけて天気痛警戒となっております。頭痛やめまい、そして関節痛などの天気痛に警戒をしてください。ではこの先週間の天気痛予報を見ていきましょう。この先しばらく冬型の気圧配置が続きます。木曜日頃からは西日本からだんだんと高気圧が張り出します。北日本、東日本、広いエリアでこの先もしばらく天気痛に警戒が必要ですね。九州も高気圧が張り出してきます。週の中頃から気圧の変化大きくなりますので、症状が出やすい方は警戒を行うようにしてください。天気痛の症状が出やすい方、早めに予防薬やマッサージなどで対策を行うようにしてください。天気痛予報をお伝えしていきました。この先の天気痛予報や最新の気象情報、ウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。